皆さんこんにちは、ぺ平です。今回のポーカー基礎講座では、3リ e d range, ラライズリニアについてご説明をしていきます、えー。ポーラライズっていう概念とか言葉は多分聞いたことあると思うんですけど、皆さん多分話すときとか、まあ、ツイッターとかで書くときって、ポラライズって書くじゃないですか。真ん中のね。 あの伸ばす棒を抜いてポラライズって言ったりとか書いたりしてる人いると思うんですけどえとこのポーラーっていうのはあの北極とかね北極グマとか分かります英語でなんて言うかポーラーペアーっていうんですよねあ,のあとはポーラーエクスプレスとかね映画とかになってるじゃないですかそれと全く同じ綴りって全く同じ発音なんですよなのであの今ね WSOP 期間中でなんか日本人の人すんげえ活躍してるじゃないですかで今後 日本のポーカー界って絶対述べると思うし、あの、いろいろ皆さんね、海外にこう、行ってほしいんですよ、僕は。で、海外に行ったときに、まあ、海外の人と英語で、ポーカーの戦略とか話したときにね、ポラライズって言うと、もしかしたら通じないかもしれないので、えっ、ー、と、もし、今日ね、動画を見て、今までポラライズって言ってたのであれば、ポーラライズ、ポーラ,ライズって言うんですけど、に書いてください。 えーとポロラ,ライズとリニア3ベットレンジこれねあのつづり書くと L と R が混じってるじゃないですか発音超難しいんですよポロラ,ライズね超難しいけど頑張って伸ばしてください <laughs> えっとマイクロやローステークスではスリーベットに対するフォールドエクイティが最適な数値よりも高かったり低かったりするため2種類の3ベットレンジを使い分けることで EV を最適化することができるなので3、えー、ベットを受けた時にですよね えーまあ、最適なコールする頻度っていうのが、まあ、GTO が出てからもうあるんですけど、まあ、マイクロロー、まあ、それ以上でもやっぱりその通りにプレイできないんですよ絶対こう離れてど高くなったりとかだから3ベッドに対して降りすぎるもしくは3ベッドに対して降りなさすぎるとかあのいろいろあるので、えー、それに対応するために2種類の3ベッドレンジを使い分けることが大切になってきますマイクロとかローとかだと。 えー、GTO はその中間であるミックススーベッドレンジを使用します。えー、相手のフォールドエクイティがわからないときは、このス、えーベッドレンジを使用しますと。えー、となので、まあ、GTO 通りにプレイしたい人とか、あとはえと相手のプレイヤーがどんなプレイか全くわからないときは、ミックススーベッドレンジを使います。でこれに関しては次回また説明します。ス、えーとベッドレンジの使い分けなんですけど、何を 数値、指数にして使い分けていくかというと、もう相手のホールドエクイティが高いのか低いのか、イ,イコール自分の3ベットに対して相手がめちゃめちゃ降りるのか、降りないのか、それだけです。で、めちゃめちゃ降りてくれるんだったら、ポーラライズの3ベットレンジを使って、全然降りないのであれば、リニアの3ベットレンジを使います。で、その中間、もしくは分からないときはミックスを使いますよということです。 で、ポーラライズスリーベットの、えっ、ー、と、どういう風に構成されているか、そのレンジの中がどういう風にできているかっていうと、4つ。バリュースリーベット、コール、ブラフスリーベット、フォールド。この4種類になりますと。で、えっ、ー、と、スリーベットをする際には、ね、こう2つある、バリューのスリーベットのところと、ブラフのスリーベットのところ、その、なんか1群と2群みたいな感じがありますよっていう感じです。 でポーラライズ3ベッドを使用するための必須条件が2つありますでそのうちの1つが相手のフォールドエクイティが高いこと例えばハイジャックのタイトな相手に対してボタンで中程度の強さであるエースジャックを持っていた場合3ベッドをすることにより相手のレンジに対し高いフィルター効果が生まれるとそのためエクイティ的に有利なハンドは降りられてしまい3ベッドをコールされた場合は相手のハンドのエクイティが不利な 自分のハンドのエクイティが不利な場合が多くなると。なので、例えば、じゃあ、ハイジャックが S10 オフとか、ジャック10オフとかでオープンしてった時に、こっちが3ベットしちゃうと、まあ、そういう自分がドミネートしてるハンドが全部降りちゃうと。で、相手にコールされたときとか、もしくは4ベッドが返ってきたときって、まあ、自分の S ジャック O のエクイティってめちゃめちゃ、まあ、悪くなってしまう,うーんシチュエーションが多くなるので、まあ、相手がタイトで、 めちゃめちゃフォールドするのであれば、その中くらいの高,高さですよね、はもうコールに回しちゃうんですよ。コールに回しちゃって、えっ、ー、と、スリベットを,をしないと。ただ、その時に注意しなきゃいけないのは、これが最後に書いてありますけど、後ろのプレイヤーに注意。後ろのプレイヤーがめちゃめちゃアグレッシブだったりとか、スクイーズをしてくるのであ,るあれば、コールをすることによって、えっ、ー、と、e、指が低くなっちゃうので、そういう場合はスリベットの方がいいです。ただ、まあ、この、えっ、ー、と、例だと、中くらいのハンドはコールに回しましょう。 で、二つ目なんですけど、じゃあ、例えばボタンのルースな相手に対して、BB で9 h 2デッドを持っていた場合、相手のフォールデイクイティが低いため、ね、ルースな相手なので、で、しかもボタンだし、低いので,、えー、で、ブラフ3ベッドをコールされる確率が高くなりますと。なので、OOP の投機的なハンドで大きなポットをプレイしなくてはならない、しなくてはならなくなっちゃうので、えー、コールをしましょうということです。あの、ブラフをする際に、 皆さんいろいろ考えるじゃないですか。えっ、ー、と、まあこ、このハンドをブロックね、ブロックしてるからとか、まあフ、フォルデ、フォルデない、えっ、ー、と、ショーダウンバリューがないからとか、じゃ自分のレンジを見たときに、一番そのハンドが加減、一番下の部分にあるから、これをブラフにしなきゃいけないとか、考えると思うんですけど、その前に、一番考えなきゃいけないのが、そのブラフに対して、その人が降りるからなんですよね。で、えっ、ー、と、例えばオンラインとか、ま、なんでもいいんですけど、なんか、仮にですよ。 相手のプレイヤーがチンパンジーだとするじゃないですか。本当にあの、象徴的な意味じゃなくて、ガチの猿。で、キキキーって言いながらずっとマウスクリックしちゃうをガチカチカチカチガチガッガチガチガチっつって。そんな相手にブラフしてもいいないでしょ。ね。なんで、それと一緒で、ボタンのプレイヤーがフォールドしないって分かってるんだったら、ブラフする必要全くないんですよ。なんでブラフしちゃうのってなっちゃうじゃないですか。ね。<laughs> なんで、そういう時はもうコールするみたいな。 なので、その相手のフォールドエクイティの高さ、低さっていうのは結構、ポーラライズのレンジを使ったりとか、あとはスリーベットするか、えー、とコールにするのかっていうので結構大事なので、えー、そこは注意をして、えー、と今後考えていくといいかもしれない。で、えー、とポーラライズスリーベットの例なんですけど、例えば、えー、とカットオフに対してのボタンで、えー、後ろがスクイーズをしてこない場合ですよね。で、あのー、 ハンドチャート、こういうチャートって、まあ僕もね、ポーカーやり始めたときは見たし覚えたしなん,なんですけど、やっぱりいろんなプロのポッドキャストとか話を聞くと、まあこう、ハンドチャートに否定的な人が多いんですよ。あの、チャーリー・キャレルとかは、ハンドチャート使わないんで、使ったことがないというか、ハンドチャート分かんない、そのハンドのレンジすら分かんないみたいな、そういう人もいるんですけど、まあ、どこかで、 まあこうやって解説をする上で具体例を出さなきゃいけないので一応作りました。これでバリューベッドでこれでコールしてでこれでブラフに変えますというか、まあ、ブラフします。ただこの通りに、まあ、これをスクショ取ってねなんかこうこの通りにプレイしてもあのー、まあうまくはいくと思うんですけど、まあ、あんまりよくないというかまあ相手に対して 使い分けていくのが大事なので、まあ、これはある程度の、なんだろうな、まあ、こんなもんなんだっていうね、指数で、あのこれを丸暗記は絶対しないでください。丸暗記してもね、いいこと多分ないです。えー、とポーラライズスリーベッドの、えー、必須条件、そのうちの2つ目が、コールレンジが存在するということです。えー、と、バリューとはブラフの境界線を作る必要があるため、コールレンジが必要になります。えー、例えば、背が高い人と背が低い人いる,いるとするじゃないですか。 でも背が高いか低いかなわけじゃないですよね。その中間が絶対あるわけですよ。ね。富裕層と貧困層とかね。中間層が絶対あるわけで、それと一緒でコールレンジが必要になるんですよね。で、えー、っと、ちょっとこのね、次の文は僕頑張ってね、わかりやすく書いたんですけど、なんかね、文章を書くの苦手なんで、読んでもね、僕もちょっとわかん、<laughs> なんかなかなかうまく説明できないですけど、<laughs> いいですか。相手プレイヤーが3ベッドに対して降りる頻度が高く、プリフロップの EB を捨てている場合は、 その EV を拾うためにわざわざ中程度の強さのハンドを使う必要がない。中程度のハンドで3ベットした際の EV がコールよりも多くなるとは限らないため。なのでさっきの例に例えるとじゃ例えばエースジャック O とかで3ベットするじゃないですか。でそれで4ベットが返ってきちゃいました。そしたらその3ベットした時の EV ってコールよりも下がってるわけですよね。 自分がスリーベットしたことによって、相手のもっと強いハンドが出てきちゃったことで,で、自分がスリーベットしたらお金とか全部なくなっちゃったわけなんですよね。で、中くらいのハンドだと、コールとスリーベットが一緒ぐらいになる可能性があるんですよ。だからもっと下のハンド、もうめっちゃ弱いハンドだったらコールできねえみたいな。ただ、相手めっちゃ折れるから、これブラフにしたら、えっと、指高いよな、みたいな。そういうのがもうあるんですよ。相手が、のフォールデークイ高い場合は。 なので、中間ぐらいではの強さじゃなくて、もっとね、あの下、下の方のハンドで、ブラフに変えていくといいですよ、というので、えっと、例を、まあ、ポーラライズのスリーベッドの例ですよね、コールレンジが存在するっていうことの、まあ、証明じゃないですけど、まあ、これね、例えば SB のオープンに対して、b b で、どうやってプレイをしていくのかってなると、まあ、このグリーンが全部コールなんですよね、コールレンジ。で、この辺は、 バリリューーのスベッドになってるわけですね、この辺この辺からバリューがちょっと効いてくるから半分半分ぐらいになってるんですよ。この辺。この辺とか。ちょっとどっちでもいいなって感じ。で、ブラフはどれかって言ったらこれですよ。この辺。この辺全部ブラフ。あと、ここ。これも全部ブラフ。なので、ポーラライズの、まあ、この辺もこれもブラフですよ。これもブラフ。えっ、ー、と、ポーラライズの、えっ、ー、と、なんだっけ。レンジ。 というかポーラライズ化するためには何が必要かっていうと、まあ、コールレンジが必要になりますよっていうことのデモンストレーションです。で、えー、次、リニアスリーベッドです。で、リニアスリーベッドは、まあ、一応2種類あります。スリーベッドコールフォールドになるかスリーベッドオアフォールドのこの2種類、どっちかになるんですけど、ま,あ、まず1種類目、どういう時にスリーベッドとコールとフォールドを、えー、と使い分けるのか。 でえー、と必須条件のまず一つは相手のフォールドイクイティが低い場合は、えー、と特にまあこういう1個目のパターンを使いますと例えばカットオフのアグレッシブな素人に対してボタンでのプレイブラインドのプレイヤーがパッシブである場合やスクイーズをしてくる可能性が低い場合広いレンジでスリーベッドしカットオフの素人とインポジションでのヘッズアップに持ち込む また、加減の投機的なハンドでコールをし、ブラインドを含めたマルチウェイをインポジションでプレイすることが可能ということで、まあ、さっきとは逆なんですよね。だから、相手がもう、すごいアグレッシブで、ワイドであると。イコール、まあ、なんだろうな。自分のハンドの、バリューのハンドのレンジを広げれるんですよね。なので、これ見ていただくと分かる。これ、左側がスリーベットです。これ、スリーベット。で、右側がコールレンジにすると、まあ、さっきのね、 あのものと見ても、これか、これと見ても分かると思うんですけど、全然違いますよね、形がね。レンジの形が全然違うわけですよね。なので、こういうときに対しては、リニアなレンジを使いますと。だから、下のハンドとかは、で、は、ブラフをする必要がなくなっちゃうんですよね。相手が降りないから。だから、ブラフをしない代わりに、だからさっきまでは、バリュースリベットコール、ブラフスリベット、フォールドだった、そのコールの部分を、 を全部バリューのスリベットに埋めちゃうんです。で、このコールのギリギリ一番下の部分をコールに残すと。で、こうすることによって、えー、と、まあ、マルチウェイでインポジションで、まあ、ナッツのポテンシャルがあるハンドとかをプレイすることができるようになると。なので、これも結局後ろの、えー、とプレイヤーに、えー、左右されます。で、まあ、あと3つ目ですよね。最後、えー、3つ目じゃない、ごめんなさい。2つ目の 必須条件でリニアレンジを使用する時には、えー、とコールレンジが存在しないとで、えー、と例をさっきの一番初めのエースジャック王のねあのポーラライズの時のエースジャック王と、まあ、ほぼ一緒なんですけどカットオフに対してボタンでプレートブラインドのプレイヤーがアグレッシブなレギュラーでめちゃめちゃスクイズしていきますとそういう時はコールレンジを作らずにスリベット王はフォールドの戦略を取るとだからさっきのエースジャック王も,もう初めに言いましたけど コールして、後ろからスクイーズされちゃうと、自分のハンドの EV がもうめちゃめちゃ下がっちゃうわけですよ、ね。まあ、多分フォールドしなきゃいけなくなっちゃうんですよ。エースジャック王とかだと。だったら、もうそのカットオフに対して、自分からスリーベットするんですよ。そうすると、ブラインドのプレイヤーが、まあ、コールド4っていうんですけど、コールド4ベットをするのハンドって、もうめちゃめちゃタイトになっちゃうんですよ。コールド4ベットのバリューハンド。で、コールド4ベットのブラフって、ホッ ほとんどないんでも、もう全員顔見知りで、みんなやってること分かってるで、じゃあカットオフのプレイヤーに対して、このボタンのプレイヤーがいつもライトにっていうんですけど、まあ、広くブラフ3ベットをしてる、だからここで4ベットブラフをするっていうシチュエーション以外はほとんどないんですよね。だから自分から3ベットで、もう行っちゃう。3ベットをすることによって、そのブラインドのプレイヤーが自分の EB をこう、まあ、そ阻害というか、まあと、取りに来るのを防ぐことができると。 あと一番、えっ、ー、と、リニアスリーベッドのレンジで分かりやすいのが SB からハンドをプレイする場合。SB からのプレイは、あの、まあ、これ見ていただくと分かるんですけど、まあ、このコールは、多分これ NL500 のソリューションなんですよね。NL500 だと、冷気がちょっと低いので、それと、あと、まあ、んなんかバランス取るためとかって1.6%とか、ね、一応コールレンジあるけど、まあ、 基本的にいらないです。なので、まあ、ボタンに対して SB でプレイするときは、全部、全部、なんだろう。えっ、ー、と、スリベットから入りますと。なので、こういうのが、リニアスリベットの、えー、と形ですあの。見てもらうと、もうすぐ分かりますよね。これがリニアの形、ねや。矢印みたいな形してるじゃないですか。ちょっとね、こういう矢印みたいな形。で、これがポーラー。ね、さっきの SBVB ポーラー。ちょっと違いましたね、形がね。こう,こういうふうに。一本線になって、 ちょこん、ちょこんってなってる。いやこう、槍があって、なんか羽がついてる、ね。これはもう矢印。こういう矢印。なので、まあ、そういう感じで、えっ、ー、と、2種類、ス、え、リ、ー、3ベットのレンジがあります。今回は、3ベットレンジ、ポーラライズとリニアレンジについてお伝えをしました。えー、次回はね、あの、一番序盤にも言いましたけど、ミックスの3ベットレンジについて解説をしますので、ぜひ次回もご覧ください。えー、もしね、えー、今回の、えー、この講座、楽しんでいただけたら、 楽しんでねいただけましたら是非いいねとまだチャンネル登録してない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますということで今回のポーカー基礎講座新平がお届けしましたまた次回お会いしましょう失礼します